女っちゅうのはな、自信がないくせにむやみやたらと自尊心の強いもんでおましてな、その盲点をついたら一コロ出すわ。騙したら嫌よ。ほんなら僕の奥さんにならありますか。結婚はダメじゃな。今度の仕事が成功したら東京に文庫を作ってアンさんに行ってもらう考えです。相手がいんのに寄せえへんちゅうのあんたらしもおまへんで。ねえ、とうとう二人きりになれる期間が来ましたな。サベさん、僕な今度はうちの番ですの。竿の先に勲章ぶら下げて虚栄心の強い女ちゅう魚を片っ端から釣ってみただけの話だっせ。先生に対してそういう言い方は失礼じゃないか。無礼だな。曽根君、いつまで経っても君は骨っぽい学生気質を失わないね。いや、洋裁学校は単なる花嫁学校ではございません。それかと申しまして、ある種の職業を教育する学校でもございません。若い女性の造形的な教養を学ぶところだと存じております。華やかなファッション界に彗星のように現れた糸半育ちのデザイナー。自らの野心が生んだ罪の意識に苦悩する凛子、船舶な虚栄心に青春を犠牲にする勝美、ひとやかな要望に合理的な欲望を隠す富江、現代的な打算と合理主義に生きる銀四郎をめぐって、愛欲と物欲の渦巻く服飾界に展開する華やかなドラマ。好評を博した山崎豊子の原作を吉村幸三郎監督が、新進デザイナー中村信夫の協力を得て全国の映画ファンに送る女性映画の決定版。詐欺、私を騙したのね。何言うてあれまんねん。全てアンさんの犯行であったことは百も五十じゃおまへんか。先生、先生の最も嫌いな禅の話になりましたけどな、お聞きの通りだ。さ、禅のことは禅で悪いと思いますな。